オーモンド、オーモンド山のリゾートにて、ドクター使い納めでございます。いやね、数日前にドクターを、使い納め動画を一本撮ったんやけど、やっぱね、ちょっと後で見返してみて、相手のサバイバーに、ランク16の人とかがいたので、やっぱちょっと、一本、うまい！待って、一本撮り直そうと思って、挑んだらうまそうなサバイバーに会いました。今の旋回うまいなマジで、旋回してきたのを呼んで殴ったのに、クソ。しかし俺にはパーク無慈悲がついている。そう、今日のドクターの、パーク構成は、めちゃくちゃです。はい、コンセプトはむちゃくちゃ構成。なんだそっち行くんや、珍しい。あー、しなやかね。なるほどね。ちょっと稼がれてんな。一人目にこんだけ時間かかってしまうと結構治っちゃうが、これはもう倒したい。いやー、ここもなー。ペン。うん、OK。これはいける。OK。よし。おい。で、最後のお楽しみをつけてきているので、そこいる？うん。あー、ちゃうわ。この人か。あー、でも、いい。ラッキーラッキーラッキー。この人ちょうど今ので狂気3入ってくれましたね。3に入る直前やったのを寝かした状態で僕が1回治療モードになったおかげで狂気3まで入りました。これは大きいよ、ね、倒したサバイバーを3に入れているという状況。はい、というわけで、無慈悲と最後のお楽しみで、空振りも殴った後も早いドクターっていう感じにしてます。一応そこは揃ってんのかな。で、ずさんな肉屋をつけて、あとなんとなく第3の封印をつけてたんですけど、それやめて、いや、あれは応援な。なんとなくウォーデンつけてきました。血の番人ね。まあ、血の番人が発動する前に倒したいところではあるけどね。けど、オーモンドやから、普通にきついと思う。これは戻るよ、さすがに。近いしな。あ、来てんじゃん、やっぱ。オッケー。よし、狂気入って。まあまあ、この子狙いましょう。一緒に殴るか。おボルダイナッシング、オッケーオッケー。おい、いいね。もう一回、おい、オッケー。タイミングバッチリすぎる。今の電撃は完璧だったでしょうね。いや、めちゃめちゃいいタイミングで電撃できたわ今のは。うん、窓越えを塞いだ。これがドクターよね。いやいや、気持ちよかった。ああいうのが決まると気持ちいい。そして、いや、この状況はさすがに、とりあえず DS 待ちはするよ。 DS 待ちの間はキャンプさせてもろって、2人とも地下に釣りますよ、これはさすがに。はいはいはい、さすがにね。はい、オッケーオッケー。そろそろいけるかな。はい、よし。で、まあこの2人釣りの状況でドキャンプしたらかなり価値格モードになってくるけど、それはやめとくわ。あなたを追いましょう。さあ、もう一人が救いに来れるか。で、しかしここでチェイスしてくれるのであれば、お、飛んじゃったね今。なんか今止まりかけてた感じしたけど飛んじゃった感じだった。板の前で一瞬止まった。オッケーオッケー。さあ、では、あるか。しかし俺には無慈悲があるし、あなたも引っかかった。今一瞬ないかなと思って振っちゃったわ、けどこういう時のための無慈悲ですよ、ね、オッケー。しかし、お伏せを殴っちゃったので、楽しみトークンが減っちゃったな。ちょっとまた貯めなきゃ。お、そのまま、なんかいる。どこ？やってるね。あー、そっちか。まあでも、このやってる人ちょっと狙いましょう、とりあえず。おい、これで。よし。OK。おい、OK。この人半分切ってたっけ？わからんな。まあちょっとほっとくか。よし。
まだ DS があるかもしれないあの人は。おお、なんかめっちゃ叫んでる。なんだなんだ何の叫びやったんやろ。ま、あの空のなんかちょっと邪魔はできたからしちゃうか。そろそろ1分 OK かな。おい、この人近づり最初にした人、じゃあ2回目にした人で半分切ってたら終わるがどうでしょう。な、終わったわ。いや、これはでかい。いいね。よっしゃ。でも発電機の直りも早いし、むちゃくちゃバラバラやからこれ全然油断はできひんな。よし、あそこね。はいはいはい、回復でもしてるかなあれ。いや、オーモンドはきついわ。やっぱ広いからさ。よいしょ、もう一人おる。オッケーオッケー。うん、さすがに間に合わんか。まあいいや、うせやしね。あれほっときましょう。さあ、ケイトどこ行った？いた。はい、一発当てる。オッケー。ういういう、倒せなかったね。このケイト追いましょう。お、どこ行く？ここか。うん、間に合わない。いや、お楽しみもちょっとは聞いたかな今の。ちょっと走り出しが早かったおかげでまだ間に合ったぐらいの感じはある。さて、あそこが進んでるので、じゃあここちゃうわ。あれ、さっきこの子らがやってたのどこや。進んでる発電機の横にかけようと思ったのにな。あー、そこか。治っちゃった。やばい、やっぱり治るなー。この子やね。行きましょうか。この子も2回釣ったからあと1回よね。でこの子ね、でも普通チェイスしたらうまいんよな。おーい、倒す。オッケー。よし、一発でしなやかしようね。でしなやか距離を離していく。うんうん、で、はい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 、追いましょう。これは素直に、まあ、この人やってしまえば残り、オッケー。よし、飛ぶ振り読みのってわけじゃないんやけど、まあ、飛ぶ振りしてくれへんかなっていう感じで一瞬右に体振った。オッケー。でそこにいる、離れてもなさそう。ヘイ、あれ、お、あ、いた。さあ、オブセ師匠やね、この人。オブセを追いましょう。うい、はい、狂気に入っとくれ。当たらん。まあ、とりあえず一発殴ろう。んで、この人で流行ったかな。けど無慈悲があるからちょっと積極的に振っていってもいいのかな。この板壊してなかったね。しかしそっちに行くのは悪手ではないか。もう狂気入れちゃいたいな。オッケー。狂気さん入れば、よし、オッケー。灰釣り放置も見つけやすいのでちょっと探索したいな。うん、どうか。おお、来た。ここで抑制が効いていく。右に行くと見た。おい、きょ、行ってるねー。いやー、さすがドクターさんやわ。ああ、ここで抑制がしっかり決まっていく。これで、ん、あ、まっすぐ行ってた。そうですか。そう、戻るかなと思ったけど、うん、素直にまっすぐ行くタイプやったな。オッケー。うん、ういっ、さあ追いましょう。はい、オッケー。おい、ケルフリー。ああ、離れてる離れてる。オッケー。その板とかも壊してないよな、それ。いや、俺でもオッケー。おー、何だ、んー、ダメよ。で、刺されたか最後ね。よし、最後に綺麗にドクターの電撃飛ばせないウサギ決まったね。いや、良かったんじゃないこれね。え、最後に、最後の最後、一番ドクターらしい
決め方したからね。よしよし、ちょっと倒りっぽいかこれ、大丈夫？いやさ、俺治療モードで歩くときににぎにぎするの好きなんですよね。右クリをこうやって、でこのこっちは好きなんやけど、処罰モードの時にやるとだいぶ変な人になるなこれ。いやー、まあまあでも結構発電機は回ったもののなんとか勝つことができましたよということで、どんな感じだったやろな相手のランク戦。今回ちょっとあんま読めないな。緑モレルの子は普通に赤タイヤと思うねんけど、普通に提出したらうまかったからな。さてどんなもんじゃ。5、6、4、3、おお、3からカウントダウンしてる。ああ、うん、やっぱ緑モレル3やわ。それは当たってたけど、まあこのランク帯ならねいいんじゃないですか。というわけで、ドクター使い納めでした。1本目に撮った動画もせっかくなんで入れときますので、よかったら見てください。スプリングウッドバダム幼稚園にてドクター使い納めでございます。はい、このパカパカドクターでございますけれども、顔だけペスト石ってやつにしてきました。この顔の部分好きなんですよね。すげえ足跡ついてる。めんどいなそこは。で下に一人いて、はいはい、あの下の一人がどう出てくる。これはまだ超えられるな。お、やってる。オッケー、これにしよう。はい、この子、はい、一発殴れる人まずは、はい、はい。さて、今回のパーク構成なんですけど、もうぐっちゃぐちゃです。なんかね、もうドクターの使い納めのためのコンセプトがよく分からず、なんか使えんちゃうっていう感じのパークを揃えてきました。この角度で当てる、そっち側に回らざるを得ないが、その角度はそっち側回りは弱い。オッケー、いいね、いい感じに電撃がはまったかと。どうだろう。まず最後のお楽しみトークンをオブセ以外を殴って貯めていきますと。見えとるで、いいね、ほら一発殴れる。さあそのままどこへ逃げる。はいはいはい、フックから離れる、えらい。まあ追うか。おい、お、なんだそれは、見つけは。おい、オッケー、待っちゃおう。ほんで第3の封印でなんか釣ってる人とか見えへんようにする、ハエ釣り放置とか。なんでこれはトークンが溜まればちょっとハエ釣り放置も使っていきたいなと。そして無慈悲空振り硬直を軽減していく。でずさんで回復を妨げていく。まあそんな感じの構成というか、ぐちゃぐちゃです。パークルーレットしたんかいみたいな、そんな感じのわけわからん、パーク構成にはなっております。あまりコンセプトはありません。ただ俺はちょっと使えると思ってるパーク群てか結構かな、そこに無慈悲がなぜ入ってるんだと思われそうだけど、そっちに逃げたな、この辺か、いないな、戻ったか、ええか。どこ行こうかな。うわー、第三の封印が、うわーん、オブセッションだと。オブセは殴りたくないので狂気だけ入れて再鳴らします。はい、おいおい、ん、あ、入ってるわ、前ならこれでいいです。これでちょっとでもまあ遅延を入れていくと。新しいドクターさ、狂気から戻るやつもセルフケア型で蓄積すんのよな、ゲージが。あれもなんか自分に弱体化悲しいよな。オッケーオッケー、おい、あれ、デハ持ってたの、あれ、君も持ってたの、ちょっと待って、ワンチェイス目でなぜ牙を隠した、ちょっと待って。しかし俺は無慈悲を持っているので、デッハに若干強い。まあ今のがデッハに対する無慈悲が効いたのかというと、まあ、微妙なところではあるが、まあなんか効いた気もする、はい、こうやって無慈悲が刺さっていくんですね。
よっしゃよっしゃ。でも今二釣り目コンビがここに。もし二釣り目でしょ。ねあのネアも次釣れば二釣り目。こんな感じで二人をしっかりと交互に釣っていきたい。ネアどうなんかな。やってない。やってる。いるね。声が聞こえるということはネアですね。これは。お前これは届かんか。はい。あそういやアドオンは。電極の範囲が若干広がるやつと、おい、ああそっちに行けんの？なんだと。で、はあ、あ、そっち。おい、オッケー。まだ疲労回復してなかったかな。で、はあ、あと抑制で、あの狂気に入った人のオーラが2秒間見えると。まあ、2秒見えてね、微妙なとこではあるんや。さて。便利な時は便利、たまに便利って感じだね。いや3秒見えてほしいな。あーあそこ直してんね。あそこあそこ2人で直してますね。不協和音並みに見えておりますね。さあこれ間に合うのか。まあ、直りきっちゃいそうやけど。あそこおギリ間に合うし離れた。おっきょ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 っ直しきらない。おっしょはいはい狂気入れて、はい奈良で君だ。ターゲットは完全に君だ。狂気入れる。あ、えらい。そっち側に逃げるのはが間に合わないようでは。オッケーオッケー。お、そう回るのもえらいが、いや、あいや俺がお楽しみでなければ間に合っていたね。もうトークンがマックスまで溜まっているので、ね、いや今のお楽しみ聞いたね完全に。あそこ多分普通であれば出はまったし、うん、お楽しみがなければ間に合ってたよね。もう一周オッケー間に合った。そしてお楽しみボーイはすぐに追ってくるよ。おぶせやけどね。ここかうわーのなんか届いたな。若干今のは疑惑の判定ではあるけど出は出した後やったしな。いやでもこれもお楽しみボーイ、お楽しみボーイでなければ完全に届かなかった。フルに溜めたトークンでおぶせを2回殴っていく。なるどこやってんか。いやこれ蹴れんのはでかいぞ。これも全員キャンプ決めたいところやけど、まああの向こうやってて1人、はいはい抑制でよく見えている。はい治る。治った後来るでしょ。ちょっとりあえずちょっとこちら辺に心音聞かせてくんなよ。顔を出しといて。ん来てる来てる。はい来てる。うえ君お初にお目にかかります。あ引っかかったね。オッケー引っかかっちゃいましたね。のオノレールがいてんでお楽しみボーイが襲いかかる。いやお楽しみボーイ強いぞ。浮いたまでいけないぞ。オッケー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 。はい。んで、もう一人、向こうに逃げ出しよう。これは、痛い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 。オッケー。終わったわ。さあ、お楽しみボーイは、走ったおした後戻ってくるのも早い。こういう、まあ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 、いや、これ割らない。はい。こう回りますよ。そして、その板は弱い。電撃を浴びせていきの、はいもうこれで罪。板から離れるしかなかったもんね今のは。ああそうそう今ので板に戻れないんですよね。あの電撃浴びてたから。よっしゃ完璧ぞ。オッケーオッケー。最後スススって終わったね。いい感じに。いや最後のお楽しみ強えな。まあずさんも聞いてたかなという感じはするけどね。ああ二人直しとかしててなかなか直せなくて襲われたりしてたから、まあ第3の封印版もあれがねトーテム残らなかったから仕方ないね、うん、そして、無慈悲も、まあ、で祭りで聞いたと言えるでしょう。いやお楽しみ強かったな今回。かなりお楽しみがなければ届かなかったっていうシーンかなり多かったよね、うん、いやお楽しみはやっぱ結構誰につけてもワンパン系キラーにはあんまつけないかもしんないけどね。
まあ、ただワンパン系キラーと言いながら心を消して殴るのが大好きな俺としてはゴーストフェイス君につけても強い気はして、ワンパン系キラーと言いながらね普通にゴーストフェイス君で心音をひたすら消してバンバン殴っていくタイプのゴーストフェイス君につけるのもありやよな。お楽しみずさん、うん、さてさて、まあよく頑張ったんじゃないですかね。OK、よしよしよし、OK、最後も見つけやすいのがドクターのいいところやな。ここは残るよね、新しいドクターでも。あ、ちょっと板ぐる拒否の電源電撃バチバチが相当やりにくくなる。どうも俺がハッチを吸い寄せたかのように出てきたなハッチング兄貴ですからね俺は。よっしゃ、というわけでこれで旧ドクターとは一旦お別れかな。そろそろ実装されんじゃないですかね新ドクター。うん、というわけでちょっと新ドクターもね少しパワーアップしてほしいなとは思うんですけど楽しみにしております。なるほど、そういう感じの引率パーティーかなこれは。あ、ランク16の人が最後にまあなんかちょっとわちゃわちゃしてすぐ倒れてくれたモレルやったんやな。あのモレルを、先に置いてたらもっと楽やったかもしれんが、まあ6の人と10の人を交互に釣って倒しきってオブセがちょうど2やったから無視してたっていうのはまあいい展開だったかなと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録高評価などお願いします。今日のラッキーパークは最後のお楽しみですが、僕は好きなものはさっさと食べてしまうタイプです。皆さんはいかがでしょうか。